はいどうも皆様おはこんこんみつきくバスターです。どうぞ恋やっていきましょう。今回はダルビココア編ですね。さあ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 、今度は赤い子なるみさんもねちょっと気にはなってたんですけど、まあ一周目そこでまあ吉角さん以外の3人がちょっと迷ってたんで最初は。でまあ相沢さん選んだって感じだったんですけど、まあなるみさんもなんだろう、活発な感じのイメージっぽいので猫が好きな子だったかな。だったらちょっと、まあ、僕に近いところがあるというか、僕も猫派なんで、そんな感じでね、まあ、どんな感じなるみさんと仲良くなっていこうかなと思います。まあ、これでメインヒロインは4人攻略できたかなって感じですね。攻略できたんじゃない、攻略できるですね。さあなるみさん仲良くなろうぜ。とりあえずいないからなるみさんと最初に出会えるのはあれかな、あの教室に入っちゃった時のやつかな。そこが最初だったっけな。その前にもなんとなくあったような気はするんですけどね。でここで相沢さんとストライクショットのイベントがあって、ここでちょっと相沢さんの好感度あんまり上げずに行ってみるっていうのもいいかもしれないですね。基本的にあんまりこう嫌われそうな選択肢は選んでないつもりなんで、だからまあなんだろう、まあでも一人に絞るんだったらその一人を上げていきつつ他を上げなさすぎずってやれば、まあ大体クリアできるとは思うんですけど、ちょっとやったことない方、相沢さんが怪しくて見てましたを選んでみましょう。相沢さんが怪しくて見てました。え、もしかして私なんか変なことしてた。え、してないよ。姿形はどう見ても変だけど。いいんだよ気を使ってくれなくて。私いつも独り言とか鼻歌とかして不気味って友達に言われちゃうの。はい、そういうところ直さなくちゃって思うんだけどね。次の日には忘れちゃうんだ。あはは、歌うのが楽しいからね。そうなんだ。そういうことだから、じゃあね。あ、言ってしまった。うわ、ほんとキモいこと言うのな。売れちゃえ。失敗だったな。ああ、失敗って明確に出るんですね。なるほど。さあさあさあ。OK。やりがいを見出して。あ、来ましたね。ここか。ここで、なるみさんとの、なるみさんの角が取れるイベントですよね。入ってこないで。背負うけ。赤いからなるみさんか。あまりの気迫に思わず顔を背けてしまったけど何も見てねえよ。もうほんと信じらんない。入学早々何してんの。ごめん。大丈夫だから、何も見てないから。何が大丈夫なの。思いっきりこっち見てたもん。目もあったし。考えろ。見てないっていうか見られない。見られないってことは、その、俺はすっごく目が悪いんだ。え、今コンタクトしてないから何も見えてないよ。そうなの。これを押せばいける。本当に全く見えなかった。正方形しかね。いやいいよ、誰だってそうなるよ。よっしゃー、気が終わったよ。あ、そうだ、俺忘れ物を取りに。あなた同じクラスだよね。名前は。俺はみつき。ああ、最初自己紹介してたみつき。いきなり呼び捨てだ。私はなるみココア。よろしくね。よろしく。知ってるよ。いい名前だからすぐ覚えたよ。自分の名前気に入ってなくもないの。ありがとう。角が取れた。でももう授業始まっちゃう。行かなきゃ。うん。さあ、なるみさんとの出会いを果たして放課後、今日もいろいろあったな。中村は急いで帰ったし、一人で帰ろう。あそこにいるのは、吉角さん、間違えた。いや、なんで吉角って言っちゃうんですかね。漢字の問題なのかな。で、うわー、ちょっと下選んでみていいですか。土俵際でしぶとい関根さん。関取さんになってるわ、これ。あ、やめよう。ちょっとさすがに怒られる。ちょっとダメだ。選べない。さすがに選べない。関取さんなんて言ったらそりゃ怒られるよ。どう考えても。どう考えても怒られるよ。で、3人で帰ると。もう、傍から見たらすごいでしょうね。主人公のモテっぷりが。この、美少女2人と帰るっていうのが。前回、ね、吉角さんも見れたんで。そう思うとすごいですよね、この顔面偏差値というか。で、幾何学図形研究部っていうのを
まあ、関根さんが作るって話ですね。さあ、成美さんの角が取れたり、吉角さんと関根さんと書いたりしたな。さあ、成美さん。いない。のんびりがこう、あれ、前回どっち選んだっけ、図書室、あ、前回のんびりだったんで、確か図書室の方選びましょう。で、なるみさんじゃない、関根さんがいて、あー、ちょっとややこしくなっちゃうな。ここは。見てあげよう。届きそうだぞ、届いた。けど、落ちてきた。角にぶつかっていたそう。やべ、気づかれた。見てたの？あ、いや、別にそんなんじゃ。ヘナゴン。行ってしまった。怒ってたかな。ヘナゴンってなんだろう。今日も充実していたな。さて帰るぞ。ヒーヒーなこらなんてほっといてやれ。ん？あれは？お、来た。うお、正方形が並んだ。二人って友達だったんだ。そうだよ。そうだったっけ？友達だよ。ココアちゃんひどい。俺と中村みたいだな。一緒に帰らない？え、いいの？千春と二人よりはマシかも。まあ、まあまあまあ、早く帰ろうよ。相変わらず正方形が二つ並んでる。一方は角丸だけど。二人はいつから友達なの？子供の頃、今も割と子供でしょ。まあ、幼稚園からの腐れ縁よ。切っても切れない仲ってやつ。へえ。仲がいいのは素晴らしい。でしょでしょ。すっごく仲がいいし、ココアちゃんはとってもいい子だよ。私が転ぶとすごい心配してくれるし、ちょっと、恥ずかしいこと言わないでよ。あ、ココアちゃん赤くなってる。もともと真っ赤だよ。なってないし、そんなこと言ってると、先帰るからね。待って。俺も置いてかないで。今日もいろいろあったな。だんだんみんなと打ち解けてる気がするけど、気のせいじゃないよな。おはよう、今日は休みだ。と言っても何も予定もないんだけど、何をしようか。公園行こう。公園行こう。と言ってもやることなんてないな。あ、みつきじゃ、おお、誰だ。この呼び捨てはもしかして、なるみさん。好感度上がってたのか。おはよう。おはよう。ピンクの服なんですね。なんか、あんまりそういうイメージなかったんですけど。なんで公園に？なんとなくお出かけする気になっちゃって、お昼になったからお弁当を公園で食べるの。へえ、いいね。少し話さない？いいの？やったー。休日は何してることが多いの？すげえシュールだ。おお、ご飯粒ついてるよ。うん、だいたいショッピングか千春と遊ぶかだな。あとお姉ちゃんと出かけたりする。お姉さんがいるんだ。そうだよ。私に似て美人なの。表情わからないけど、すごくいい顔してそう。もぐもぐ。お弁当はとても高画質で。実写！相変わらず実写！あ、なるみさん。お弁当ついてるよ。お弁当ついてるよ。え、どこどこ？右。ほんとだ、恥ずかしい。ご飯が美味しくて気づかなかったもん。なるみさんはご飯が好きなんだ。食べるの大好き。ありがとね。いや、いいですね。食べるの大好きな子って結構ね、見てて嬉しいというか、なんかいい気持ちがしますよね。俺を言われた。なるみさん意外とうっかりしてるな。ちゃんと外に出て充実した休日を過ごせたな。調子はどうなんだろうか。明日からも頑張ろう。2週間目ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあね、いつも通りちょっと駆け足で行きましたけど、いつも通り、今まで通りか。まあ2週目から3週目とまたやっていこうと思います。以上、みつきくばさでした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。